Welcome back to some more Solo Leveling, man. We are back with episode 2, If I Had One More Chance. My son in the background. ソン君が気づいてなかったら全員死んでただろう。知ってて叫んだんじゃなかったのか。いいえ、ただ危なそうな気がして。ソンさん、腕が歯を食いしばれば何とかなる。止血だけ頼めるかな。本当は樹脂さんに頼めればよいのだが、彼女は心が弱い。 B級ヒーラーなのに簡単なレイドしか参加できない理由がそれだ。私は 2、3 度 B級 を経験したことがあるのだが、あいつは A級、 あるいは S級。 石板に書かれていたカルテノン神殿の掟は、1つ目神を形成、2つ目神を称えよ、3つ目神を信仰する。この掟を守れぬ者は生きては帰れ。ソンさん、 その神って、おそらくあいつのことですよね。今から十数年前、突如として異次元とこちらを結ぶゲートと呼ばれる通路が出現し、世界中で常識を超える出来事が起こり始めた。ハンターと呼ばれる覚醒者たちの出現がその良い例である。ハンターはゲートの向こう側にあるダンジョンに潜むモンスターを倒す役目を担っており、 一度ハンターに与えられた力が変化することはない。そして時としてゲートの向こう側には、恐怖を超え絶望に限りなく近い究極の怪物が待ち受けていることもある。あれ見た？ああ、あの動画。何やってたの？もうすぐ授業始まるよ。ちょっとね。 次男のお兄さんってハンターだよね。そうだよ。まあハンターって言っても E級だからいつも怪我してて大変そうだけど、この間も包帯だらけでさ。<笑>で、なんで急にそんな話。別に私だったらもっとうまくやれるのに。<笑>仕事が強すぎる。落ち着いたら逃げ道を探そう。そう簡単にはこのまま進めるか。 やっとこさ、大型ギルドと契約したばっかだったのに、こんなところでくたばるわけにはいかねえんだよ。何をしてる。動いてはいけない。俺ならできる。速度なら自信やっかんだ。やられる前にやってやる。ゴー。ジャストライクだ。 What are you doing? これたちを皆殺しにできるってことか。それも虫けらを踏み潰すかのように軽々とな。でもそれならどうして今すぐ殺そうとしないんでしょう。Because you're kneeling down. 殺す力はあるのに殺さない。すぐ飛びかかってくるそこらのモンスターとは何かが違う。ソンさん、一つ目の掟って何でしたっけ。掟？一つ目は確か神を形成を。 みんな、あの石像に頭を下げてください。え、頭を下げる？何バカなこと言ってんだ。何か分かったのか。はい、どうやらあいつは頭の意思が低いと攻撃してこないんです。神を形成は掟の通りです。確信はあるんだろうな。はい、一応は。それなら。 Okay.
れかを何もしてこねえぞ。おい、下手に動くと。見てくれ、もう攻撃してこない。本当にこれで終わりなのか。助かったの。やったぞ。助かった。生きて帰れる。いや、まだ。次は何か作戦があるんだろう。そんなのありませんよ。ただここでは掟を破ってはいけないんだと思います。二つ目は神を讃えよ。それが鍵です。讃えよって。自分に任せてください。自分は民族学の研究をしていました。神に捧げる賛美の言葉には覚えがあります。お神よ、世に秩序をもたらす。反応はどうだ。動きが遅くなったような。真実の道を示したまえ。待って、これは神に自ら望むままにあり。この神を讃える言葉じゃない。あなたを崇め敬おう。お神よ、世に秩序をもたらす支配者よ。Oh my god. あいつの何を讃えろって言うんだよ。そんなのただの悪魔じゃないか。だけど獣飛さんを一人にするわけには。何か手がかりを。闇炎ハンマー剣楽器楽器みんな楽器を持ってる石像の前に逃げてください。楽器演奏してるのか。おい、楽器を持った石像は攻撃してこないぞ。ちくしょう。早く音を鳴らしてくれ。早く。二人だとダメなのか。シュキさんはそこから動かないで。ジーナさん、あそこだ。おーい、もう大丈夫なので。何言ってるんですか。私が直してみせます。おう、ジュヒさん、これひでえ。まったくだ。腕のことは残念だが、リーダーなのに軽率な判断をしたんだ。因果応報だろう。ひどい。そもそもキムさんがみんなで決めたんだろ。確かに。Buddy ain't gonna let you hold that down, boy. He's having ready to go. 私にある。争ってる場合じゃないのに。明
手はまだもう一つ。なんだよ一体地震。なんだありゃ。祭壇。神話なんかによく出てくるじゃないですか。神に捧げる宝や生贄。三つ目の掟、神を信仰せよ。バカな俺ですら、ここまで来りゃ何のことかわかる。孫の兄ちゃん、生贄を捧げなきゃなんねえってことだよな。出発前まで嫁自慢してた男が真っ二つにされちまったんだ。その他にだって大勢。さっきの言葉は忘れてねえよな。責任取ってもらうぜ、リーダー。兄ちゃんは黙ってろ。分かった、自分の足で行かせてくれ。孫さんだけが悪いんじゃない。ここに来るのは多数決で決めたじゃないか。何が起ころうとしてんだ。おお、孫君、他に何かしないといけないのかな。どういう意味なんだ。生贄が必要なんじゃなかったのか。すみません、祭壇を調べたいので歩くのを手伝ってくれませんか。祭壇の近くまでお願いします。でもそれじゃ多分何も起こりません。何か分かったか。いえ、まだ。ここで待っていれば誰か助けに来てくれるでしょうか。今日でゲートが開いて1週間経つ。助けが来る前にあいつらが先に動き出すだろう。ゲートは7日経てば完全解放される。いわゆるダンジョンブレイクだ。そうなるとモンスターがゲートの外に出てしまう。それを防ぐために時間内にダンジョンのボスを倒しゲートを封鎖するのがレイドのもう一つの目的だ。今俺たちが失敗すればあれが外の世界に。こんにちは。 There's more than one sacrifice because once those three came on. お母さん、今日も来たよ。今日ソイが遅刻してきてさ、用事があってとか言ってたけど絶対寝坊だよ。あとこの間の全国テスト。二人もこちらに来てください。そうすると人数分の炎が灯るはずです。何かが起こるとすればきっとその時でしょう。生き残るんだ絶対に。今までもそうやって命をつないできたじゃないか。君たち二人は行きなさい。孫さん、おそらく一人でもここに残れば扉が閉じ切ることはないだろう。まだ先の長い君たちが助かるべきだ。ジュシさん、孫君を頼む。はい。孫さん、ジュヒさんと逃げてください。私が残ると言っただろ。それじゃ誰がジュヒさんを運ぶんですか。時間がありません、早く。ダメです、ジュヌさん。それなら私が。食事をご馳走する約束でしたよね。これで先に食べててください。ここから出たらお釣りをもらいに行きますから。この状況でよかった。すまない、もう本当に時間がなさそうだぞ。よかった、死ぬのが俺一人で。こんなことならもうちょい手厚い保険に入っとくんだったな。せめて一体くらい道連れにしてやる。覚
かってこい。何度も何度も馬鹿にされてきた。それでも必死にこれまでやってきた。なのに、ふざけるな。俺だってもっと強くなりたかった。でもな。それでも俺は。俺なりに頑張ってここまで生きてきたんだ。もう限界だ。そんなのみんな同じなのに、結局は自分を正当化してるだけじゃないか。感謝の言葉だって上っ面だ。得をするのはいつだって自分のことを一番に考えるやつばっかりだ。俺にだって家族がいる。俺だって生きて帰りたい。死ぬのが俺一人でよかった。バカ言うな、この偽善者。嫌だ、死にたくない。もう一度チャンスがあれば。Courage of the weak. Have you acquired the power of Jesus? Your heart will stop into it if you choose not. Bro, that's it!